こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち、自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第235回さなきち、自分を大切にするラジオのお時間です。このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜日21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便り、お悩みの投稿は動画の概要欄にフォームと公式 LINE のリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録、ライクボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは始まりました。オープニングトークね、植物の話見てください。久しぶりにたゆたう植物をここに持ってきました。もうすごいことになっちゃってて、これね、こんななっちゃったの。まだ全容がお見せできてない。もう紐が伸びちゃって、これがね、今一番元気です、我が家で。ハイビスカスは若干もう夏のお疲れ中で、もう全然つぼみがねつかなくなっちゃいました。これから秋に向けて、ね、元気を取り戻してほしいなって思っているところです。それで、ホノルルマラソンへの道は、今夫が走ってます。あっちの部屋でね、今日は長く走るって言ってね、行ったから、まあ、その間にねラジオを撮ろうと思ってやってるんだけど、そう、走ってないからだんだん不安になってきちゃって、12月の第1日曜日がホノルルマラソンの日で、約3ヶ月後に迫ってきたから。でこの間お母さん家に行った時にね、車のナビを見たら片道まあ20キロって書いてあったの。ということはつまり車で1時間20分ぐらいかけて行くところを、マラソンでは走って行って戻ってこないといけないわけだから、やばいやばいなって、走らなきゃなって思ってます。でこの間ね、ズンバの発表会に行ってきました。わー、もう最高に楽しくて、今着てるねこのアロハシャツ、これがね衣装だったの。もう先に今日の洋服で見せちゃうけど、このなんかハワイアンスタイルで踊りました。これとこの帽子をかぶってね、こうやって踊ってきたの。すっごい楽しくて、そう、終わってからね、横浜中華街で天津の食べ放題が行ったのも楽しかったし、もちろんそのダンス自体もすっごい楽しくて、もうね、もう語彙力が足りない、楽しい以外が出てこないぐらいで、金子さんがもうかっこよくてさ、2チーム出たんだけど、私たちの方じゃないもう1個のチームがね、こうやってぐるぐる回ってやるね、すごいかっこいい、かっこよい、もう惚れ惚れしちゃう姿を見て、まあそれも幸せだった。でヤムチャの食べ放題も久しぶりに、もう何年ぶり、何年何十年ぶりみたいな感じでヤムチャを食べたのも楽しかったです。で今日これ着てさ、このラジオの前に実はアサーティブの講座だったの。ダルクのスタッフ研修で、この格好でスタッフ研修しました。でこれ着てさ、ズームやろうと思ってスタンバイしてたら、夫が来てね、さない、ハワイの JCB のカウンターで働いてる人みたいって言われて、まあ、確かにこういうね人働いてるよねそれ笑いました。それでボディーボードの話。ボディーボードは現在ドハマり中で、先週行ってきたのよ。先週の私のテーマは横に走る。
ボディーボードやり始めて波に乗ったらまっすぐ行くのがね、まあ、最初の第一ステップなんだけど、もう今次だなと思ってこうターンをして横に滑っていくっていうのをできるようになりたいと思って、それにチャレンジしてできるようになりました。もう楽しくて仕方なくてね、この間は波がすごい穏やかだったの。だからなんとなく半分ぐらいはチャプチャプチャプってしながら波を待ってたんだけど、その施設長の人がね、さなちゃんあと2本ぐらい乗ったら終わりにするよって言われた時、もうえって思って、まだ全然物足りないわけよ。もっともっと乗りたかったんだけど、もうそんな時間かと思って、あっという間にね2時間ぐらい経っちゃうね、海の中に入ってると。だからね、最近しょっちゅう考えてるのは次いつ海行けるかなっていうのばっかり考えています。9月中に何回かまだやりたいのと、あとスクールに出るのと、あとはボディーボードを買って家でイメトレをしたいなって思って、本当にねもうズンバに負けないぐらい今ハマっちゃっていて、だからズンバとボディーボード日本柱になっています。で、家族の話ね、家族の話は、昨日ねお母さん家に行ってきて、ケアマネさん、お母さんのケアマネさんと面談しました。お母さんの養子縁1がもう期限が切れるのでね、それの継続のためにあの手続きに来てもらってお話をしましたでね、いつも私がお母さん家に行くと、お母さんがね私と夫にやってもらいたいことをちゃんとリストに書いたの、ノートに。それで昨日はそのペイペイの設定とか、あと iPhone にアプリを入れたりとかね、お母さん偉いなと思って、そうやってちゃんと頼みたいことさ書いておいて一個一個やると消してってさ、もうしっかりしたお母さんだなと思ってね。だいたい夫が力仕事系で、私は iPhone 系っていうね役割分担されていて、で今日はねすっごいいい天気なの、このアロハシャツが似合うようないい天気で、こんな日はね海に行ってね、ほんと海に入りたいんだけど、あの毎日あの公家沼海岸のライブ放送、こう波のねライブ放送を見て、それとあとハワイに行ったらボディーボードを毎日やろうと思ってね、ハワイのワイキキビーチのダイヤモンドヘッド側にボディーボード専用のビーチがあって、そこでねボディーボードをやろうと思って、もう今からそこのライブカメラも探してね、毎日見て波の様子をねチェックしているところです。で、私も今日はこの衣装のね、衣装とこの帽子をお見せしようと思って、あのワクワクした気持ちでスタンバイしていました。で、みんなもね私と一緒に体の声、心の声に耳を傾けてリラックスして過ごしてもらえると嬉しいです。最後までお付き合いください。はい、それでは今週の肌の調子に行きましょうかね。さなきち今週の肌の調子は、はい、今週の肌の調子なんだけれども、いろいろと無茶した割には調子いいです。というのもね、その打ち上げで横浜中華街に行って、天津食べ放題、天津と中華料理食べ放題に行ったのすごいでしょ。そこに行って食べました。小籠包すごい食べたよ。小籠包とあと、エビチリも久しぶりに食べて、エビチリ食べたでしょ。あと大根餅も食べたし、あとなんだろうな、クラゲのなんか前菜とか食べてすごい美味しかった。で、餃子も食べて、工夫したのは小籠包とかも小麦をね普段食べないけど、あの日は食べるって決めて食べたんだけど、こう包んである小麦がいっぱい固まってるとこあるじゃん、皮が、そこは申し訳ないけど残しました。だから食べたとはいえ
そういう小籠包とか餃子の、まあ、3分の1ぐらい餃子の皮とか、そう皮の部分を食べて、あとは残すっていう戦法にさせてもらいました。そのおかげか、まあ、ちょっとね、手がここ割れてるんだけど、1箇所2箇所手から汁が出たくらいと、この指の股がすごい痒くなったのはあったけど、それぐらいで済んだから良かったなって思った。で、デザートも食べ放題だったわけ。杏仁豆腐と、あとなんか亀ゼリーと、あとマンゴープリン。でもそれは食べませんでした。あと、桃まんじゅうとか、桃まんじゅうっていうのかな、なんかあるじゃん。それと、ごま団子とかも食べなかった。だから甘いものと揚げ物も食べないようにしたから、まあ、そういうのが良かったのかなって思っています。で、顔もね、日焼けのシミそばかすは増えたけど、ほら、調子良さそうでしょ？痒くないから、痒くないから、うん。また、あそこのね、小籠包の店がそんなに化学調味料を使ってない、なかったのかもしれない。なんかホームページを見たら毎日その種は作り置きをせずになんかその日の分ね仕込んでやってるって書いてあったりしたから、まあそういうのも良かったのかなって思っています。でね、今ねちょっと喉がね声帯が腫れてるのよ声が出にくくて、これ何かっていうと、さっきね梨を食べたのよ。梨、その果物で喉来ちゃったかなと思って、ご飯の後とかに食べるだったらいいんだけど、なんかこう何にも前後にね、その前に食べてない状態で甘い果物を食べると、あ、こうなっちゃうのかなと思ってね、ちょっと喉が気道っていうの、声帯がなんか狭くなっちゃってる感じがしています。そう、あ、飲み物言うの忘れたけど、これは常温の水ね。うん、まあそういう中華街でしこたま食べた割にはまあ元気で肌の調子もキープできてるから、まあただのラッキーかもしれないけど、うん、よかったなって思ってます。楽しかったし、すごい楽しかったし、それでサークルの私の憧れのクミさんっていう人がいるのがすごい大好きな人で、クミさんと同じテーブルになれたのも嬉しかったし、クミさんがね、もうサナピさんほんとすごいって言ってくれて、もうズンバも積極的にいろいろね参加してるけど、今度ボディーボードでしょって言ってね、ラジオも聞いてくれていて、すごい嬉しかった。クミさんに褒めてもらって、だからほんとね、サークル行って、まあ人生変わったよね。ズンバの楽しみも知ったし、あとほんと大好きな人がいっぱいできて、そういうこう、新しい友達っていうかさ、新しい人間関係が、こうパッとね、いきなりこう、パッと広がった感じがしていて。だからなんかスポーツとかこう、趣味を起点に、人付き合いが広がるっていうのを、まあ、去年ズンバで経験して、今も継続してあって、また今年はそこに加えてボディーボードをやって、その施設の人とね、仲良くなってっていうか、さらに仲良くなって、あとスタッフのゆかちゃんっていうんだけど、ゆかちゃんとボディーボードの話したりとか、いろいろ質問したりとか、なんかねいいなっていう、そういう趣味のつながりっていいなって思っています。みんなもそういうの何かある？なんかね、スポーツとか、あとそういう文化的なね趣味とか、あと推しの、つながりの人間関係とかね、やっぱそういうの大事だなって改めて思っています。でさ、その通過街のね、お店で食べてる時も、私自身、
食べれないものがあるとか、ね、そういう肌のこととか、まあ、自己開示して周りの人にも知ってもらってるから、まあ、クミさんもね、あの心配して、あのサナピさん食べれるのあるって、あの普通の感じで聞いてくれるのがすごい嬉しいし、あの金子さんもね、あのサナピさんサナピさんアレルギーとか大丈夫ですかって、食べれてますかって聞いてくれたりとかさ、私のことも知ってもらって、肌のことも知ってもらって、なんかその場にあの変にすごく気を使われる感じじゃなくて、なんか普通に話題にして大丈夫みたいな感じで聞いてくれたりする、その感じもすごい嬉しくてさ、なんとなくこの体調のこととか肌のことも含めて、もうサナピさんっていう風にね理解してもらえてる感じが、あのとっても居心地が良くて、うん、幸せだなって思いました。で、今度のサークルの時に、あの金子さんの誕生日らしくて、それでまたね、誕生日バージョンのズンバと、あとその後あの誕生日会をするっていうことになってるので、それもすごく楽しみです。で、みんなは肌の調子とかどうですか？体調とか。なんか全然涼しくならないよね。あの、暑くて。いや、暑い分にはボディーボードがまだできるから、私はありがたいんだけど、まあ、普通になんか外出たりするとすっごい汗かくからさ、もう大変だよね。少しは夜とか朝、ちょっとはね、涼しくなってきたけど、まだまだ残暑が厳しくて、あの体調を崩してる人とかもね、もしかしたらいるかもしれない。ぜひね、近況報告とか肌の調子とかコメントに書き込んでもらえると嬉しいです。待ってます。はい、それではお便りコーナーに行きましょうかね。お便りコーナーはいつもの作詞作曲にえりちゃん、さなきちラジオテーマソングのベストフレンドをかけて、途中からお便りを紹介したいと思います。一緒に歌ってもらえると嬉しいです。紹介したいと思います。コメントから紹介します。まず、なみこちゃん、なみこちゃん初コメかな、なみこちゃん、手がかゆい時に脇汗出ませんか、連動してるのかなっていう風にね書き込んでくれました。先週ね、私手がもう全部全滅した話したから、それで書き込んでくれたと思うんだけど、いや、新しい視点、気づかなかったわ。でも確かに、なんかこう手がかゆい時とか、なんかじっとりしてるっていうかさ、カラッとはしてないよね、枯れてない感じっていうかさ、気づかなかった。今度手がすごいかゆい時は脇汗が出てないか自分を観察してみたいと思いました。なみこちゃん、ありがとう。それと、なべさんがくれました。まずね、弁番234回記念おめでとうございます。1234回まであと1000回ですねって書いてくれて、なべさんありがとう。あと1000回ね、1000回頑張るわ。そう、234回、
ねえ、本当にだんだんじわじわと回数を重ねて、いずれね1000回とかいう日が来るのかね。それまでね頑張ろうと思います。でなべさんはもう一つね書き込んでくれて、家族の話でお父さんがかっこよく活躍できる旅企画を考える弟さんには感心しました。同行者は大変そうですが、父親を思いやる気持ちが素晴らしい。うちの息子と来たら…てんてんてん、いや何でもないっすって書いたって。鍋さんのこの方私好きよすごくいやでも息子さんも考えてるってね。男性はあんまりこう気持ちをこう表現したり、男性はっていう言い方はねちょっとあれかもしれないけど、まあ、あんまりほら表現するのが苦手だったりするケースもあると思うから。でもね絶対ね、ナメさんのことよく見てると思うよ。ナメさんがどんなことしてるかとかさ、ズンバしてることとかね、バイク乗ってツーリング行ったりしてることとか、そうね、ここにね、あと電車で腰が重くなる話に共感しちゃいました。アラカンになってますます腰が重いです。でも精神年齢は未だに中学生なので、やりたいことにガンガン挑戦するやんちゃじじい目指して頑張りますって書いてあって、まあ、そうやって人生をね楽しんでる姿っていうのはね息子さん絶対ね分かってると思う。そうガンガン挑戦してくださいなんかねインスタとか見てるとすごいいろんなことやってんだよ、鍋さん。すごいなと思って。で、この間、そのズンバの発表会、カリエンテに行った時に、私がね、出てた会場の、その、イベントが終わって、部屋出てったら、こうやって撮影してる人がいて、それが鍋さんだったの。びっくりしたって動画撮っててくれててさ、すごい嬉しかった、鍋さんに会えて。鍋さん。またサークルで会いましょう。それと、まいちゃん、お父様のためにいろいろと計画立てたりと素敵なご家族ですね。私までほっこりした気持ちになりました。確かにドレスはハードル高そうですが、来年の楽しみですねって、クルーズ船の旅ね。私の両親も近くの買い物は行けるものの、遠出の車の運転が自信がないらしく、〇〇へ行きたいと言ってくれるので、両親が健康で行けるうちになるべくお出かけしたいなと思っていますというね。まいちゃんありがとう。ぜひ行ってあげてご両親とね。それでゆぐらちゃんがくれました。さなきちさんこんにちは。電車の席を譲ろうか迷いますよね。前に杖ついた女性に席を譲ろうとしたら、満面の笑顔で次で降りるから大丈夫よ、どうもありがとうと言われ、席は譲れなかったけど、とても嬉しかったです。あと、席に座った時に、隣の人が寝てしまい、寄りかかられたらどうするか問題があります。隣の人がこうやって寄りかかってくるやつね。差別したらいけないと思いつつ、若い女性とかおばあちゃんとかなら、そのまま寄りかからせてあげますが、中年男性だと肩を動かして迷惑という態度をしてしまいます。さなきちさんだったらどうしますかというね。ゆぐらちゃんありがとう、面白い質問あのね、隣の人が寄りかかってくる問題あるじゃん。みんなどうする、自分だったらどうする。ゆぐらちゃんはね、ちなみに私は中高年女性ですって書いてあって、若い女性とかおばあちゃんだったら肩を貸してあげるけど、中年男性だとこう肩をね動かして迷惑という態度とかね、まあ、ちょっと睨んだりしちゃうみたいなのもあるかもしれないね。で、私はねどうするかっていうと私はね押します、押し返しますまあ男女関わらず、あ、こうやって押すの、こうやってね、押し返す。押し返すの、押し返してごらん。気づくから。だいたいこう目が覚めるっていうか、でもまたさ、こうなってくるじゃん。横になってくるから、こうやって、ぐーって、ぐーって押す。こうやって肩、特に肩のところをね、ぐーって
押すようにしています、うん、押し返すっていう方法をぜひやってみて。肩は貸さないかな女の人でも。ね、私が降りたらさ、コテンってなっちゃうしさ、だからね、そう寝てる時にギューって押し返すようにしています。みんなもね、自分だったらどうするか、よかったらコメントに書き込んでください。はい、ゆくらちゃん、ありがとう。で、シュガーキャットちゃん。さなきちさん、こんにちは。先日のサーフィン動画見ました。すごい体力を使いそうなのに何度もトライしていてすごいなぁと見ていたら、夫が初心者なの？マラソンもやってなかった？すごいアクティブなかっこいい人だねって、そうでしょうと、なぜか自分が褒められたような気分になり嬉しくなりましたって書いてくれたの。シュガーキャットちゃんって、シュガーキャットちゃんの旦那さん、ありがとう、すごい嬉しいです。私も最近夫に教わり筋トレを始めましたが、すごい、ズンバかフラあたりも興味が出てきて今いろいろリサーチ中です。体を動かして汗をかいているさなきちさんがあまりにも楽しそうにしているので触発されました。やったー嬉しいですね、スポーツ仲間が増えるの嬉しい。肌も晩夏になってからやっとやっと落ち着いてきましたが、今度はまた秋の季節の変わり目が怖いです。そうなの、季節の変わり目ってね、怖いんだよね。何かが起きる時って季節の変わり目だったりするからさ、気持ちよくわかる。それで、アイメイクもアイテムを厳選すれば1日くらいは大荒れせずにいられるようになりましたが、基本はやっぱりもうしない方が良さそうだなと思い、目元の印象を変えるアイテムとして伊達メガネを新調。すごい、生まれて初めて高級なおしゃれメガネを思い切って購入しました。わー、すごい、すごいすごいすごい、少しでも今の自分を楽しめるように自分への投資、もうすぐ仕上がって受け取れそうなのでとても楽しみです。いやー、もうね、これ読んだ時ほんと嬉しくて、もうすごいよね。そういう、あのシュガーキャットちゃんはさ、前本当にこう自分のこうアイデンティティの一部になっていた、そのメイクができなくなることが本当に辛いっていうコメントをくれて、そのことについてね、私が結構長く私の意見を話したっていうラジオの回が数回前にあるんだけど、でその後さ、私がねすごいなって思ったのは、やっぱりさ、こうメイクを楽しむぐらいおしゃれな人だと思うの、シュガーキャットちゃんが。そのおしゃれにすごく興味がある。でそこで、そのメイクはできなくなっちゃったけど目元のおしゃれを演出したいと思って伊達メガネを買ったっていう、そこがね、もう すごいなと思って、めっちゃいいアイデアだし、なんかそういうの好きなのよ私。なんか自分のためにそうやってこう自分が喜ぶためにお金を使うっていうさ、伊達メガネいいアイデアだと思うな。すごいいいと思う、発想がいいよね。だからこの後もその多分ね、シュガーキャットちゃんなりのひらめきで楽しめることいっぱい見つかると思う。こうメガネもそうだしさ、あと帽子とか、これこの帽子ねこの帽子とかさ、あと何、ショールとかいろいろあるじゃん。だから多分ね、すごいね、この後もメイクを極めていったように楽しみを見つけていくんだろうなって思いました。すごい素敵だなって思った。で、さなきさん、どんなメガネをかけられていますか？とてもよく似合っていて素敵です。まだまだ暑いのでお体ご自愛くださいねっていうことで、このメガネね、この私2つメガネ今かけてるんでね、これがあのパソコン用で、あともう一つは外にかけていくよう。そう、もうずっと中学生の時から目が悪いから、メガネはね、ずっとかけてるんだけど、お母さんとメガネスーパーに行って、そこでね、買ったの。だからお母さんに見てもらって選んだメガネです。
またね、シュガーキャットちゃん、おしゃれの続報をお待ちしています。それと今日は公式 LINE に来た、ゆかちゃんからのお便りを紹介したいと思います。さなきちさん、こんにちは。先ほどクッキーが届きました。クッキーをね、注文してくれたの。台風の影響でお天気あれあれ、そんな中、無事本日届いて嬉しかったです。早々にありがとうございました。やっぱり素敵ですね。同風のクッキーカタログもすごく可愛いし、色とりどりのパッケージバージョンも可愛い。これ一個ずつさなきさんの手作業で包まれていると思うと、送っていただいたクッキーはもちろんカタログからもたくさんの愛情を感じます。手書きのメッセージも毎回すごく嬉しいです。さなきちさん、この夏は調子良さそうで何よりです。春は鬼門、これも悪化は一瞬に続く標語ですねって、私が メッセージ書いてね、春は鬼門春にね、体調崩すから、私も春は鬼門なんだっていうことをね書いたら、それをね標語ですねって書いてくれました。でゆかちゃんが言ってくれたそのパンフレットっていうのはね、クッキーに同封して送ってるんだけど、自分でデザインしたのよ。ためのロゴとかクッキーのパッケージの鳥さんのところは、井山さんっていうね、井山デザイン事務所の井山さんに作ってもらったんだけど、その他のパンフレットとか、そういったチラシとかは私が全部自分でデザインしていて、それを入れて送ったら、ゆかちゃんが褒めてくれたから、もうすごい嬉しくて。で、ゆかちゃんには、私もお返事書いてね、前、伊勢神宮情報を送ってくれた人なの、ゆかちゃんが。だからまた伊勢神宮に行くことがあれば、ゆかちゃんに会いたいからお茶でもしましょうねっていう風に書いて送ったら、そう、まずね、さなきちさんのデザインとは今更ですが何でもできちゃうんですねって、私もさなきちさんにいつかお会いしたいです。いつの日か実現できると素敵ですね。そう思っていただいて嬉しかったです。長くなりすいません、ではおやすみなさいっていう風にね、ゆかちゃんがくれました。ゆかちゃん、ありがとう。すごい嬉しい。ゆかちゃんはね、ショールも買ってくれて、そう、すごいね、ためのを、ね、使ってくれていて、でこの間もクッキーとショールをね買ってくれた人がいて、私のめっちゃおすすめのショール綿 100% のオーバンショールね、だんだんね、その季節になってくるよね、これからね。だからマフラーとかチクチクしちゃう人にはすごいおすすめのショールがあって、それをね、ゆかちゃんも気に入って使ってくれていたりします。あとね、サーフィンの動画にね、まことちゃんがサーフィンいいですね、私も挑戦してみたいですって書いてくれて、まことちゃん元気。そう、サーフィンね、サーフィンスクールっていうのに出ると、だいたい6000円とか8000円ぐらいで半日サーフィンをしっかり教えてくれるのよ。立ち方とか陸で練習して、それで海に行くっていう感じで、だいたい先生が押してくれるから立てるようになるっていうね、サーフィンスクールぜひおすすめです。まことちゃんもね、機会があればサーフィンスクール行ってみてください。そういうところで挑戦するとハードルが低いからね、初めてやるときはそのサーフィンスクールで、ボードもいろんな種類があって、初めてのときはロングボードっていうすごい浮くやつでね練習できるから楽しいよ本当おすすめ、ぜひ行ってください。でレイちゃんもね、さなきさんこんばんは、すごい立てましたね、見てる私の手にも力が入りました、さなきさんの頑張りに拍手、いや元気もらいましたっていうことで、もうめげずにね、海の中に入っていったところで、そんな風に言ってもらえて、もうすごい嬉しいです。で、鍋さんもね、50回ぐらいテイクオフしたのですかって、多分50回ぐらいしてると思う。で、宮下さんっていう人がね、サーフィンスクールの先生で教えてくれたんだけど、最初、海に入って、10本やって休憩したのよ。で休憩してる時に普通ね10本もできないんだって。10本やるのは大体20代の人が受けてる時に10本やるんですけど、すごい体力があるから
10本やりましたって言われて、あ、だからやっぱ体力があるんだと思って、筋トレ効果がこんなところでね出たなって思いました。それとクミちゃんもね、サナキチさんの挑戦にはびっくりです。アトピーでも楽しめることにチャレンジする、サナキチさんの最後の言葉が印象的でした。私もチャレンジできることを見つけて、アトピーでも前向きにいきたいです。ということで、クミちゃん、ありがとう。そうよ。アトピーを理由に、アトピーは私を止められない。アトピーはね、私を止められません。ではさすがに PM2.5 の時期の春とかはね、いろいろ制限かかってできないこと増えたり、出かけられないこととかさ、そういうのあるよ、あるけど、うん、止まらない。私は止まらない。アトピーを理由には止まらない。止まってないよね。止まってない。昨日ね、お母さん家行った時に、帰りの車乗ってる時に夫と話しててね、で私ほら今めっちゃボディーボード推しになってるじゃん。だからすっごい誘ってんのよ、夫に。一緒に行こうって。私は楽しいことがあったら一緒に行こうって誘うんだけど、夫はなんかいつも私がグイグイ誘ってくるから、まあ、ちょっとヘキヘキしてる部分も多分あると思うんだよね。で言われたのはね、さなえさん、なんか自分からどんどん忙しくしてないって言われたの。ズンバに行ってね、ボディーボードに行ってね、でそれで会社さんの仕事とか大変だって言ってるじゃんって。でもそれってズンバとボディーボードに行ってるからでしょっていうふうに言われて、確かになんだけど、仕事も調整してやってるし、まあその分早起きしてやったりしてるし、なんかやりたいんだよね、やりたい。うん。で、そういうふうに言われた時にね、あ、本当に今やりたいことをやろうと思ってできてるんだなっていうのに、こう気づかされたっていうかさ、いろいろしんどかった時期とかってさ、ずっと海への憧れとか持ってたの。ダンスしたいっていう思いも持ってたの、本当にね。会社員やってた頃とか、さらに遡れば、と20代の時パニック障害になったりとかさ、そういうのあって、まあ脱ステしたりとかさ、もう本当に外に出らんないくらいになったりっていうこともあったけど、多分今私がやってることってずっと自分の中にあった憧れを今やってるんだよね。でもそれができない時期も実際にあったし、こう全然運動する気になれない時期っていうのもあったし、あ、今私はこうやりたいと思ったことを やれるように今ね、もう何十年も経ってなったんだなっていうことに、まあ夫にそういうふうに言われて、まあ、気づかされたっていうかさ、嬉しいなって思いました。で一応ね、今ね、ボディーボードをハワイに持っていこうと思っていて、もう夫が本当に持ってくのって、ね、すごい荷物になるじゃんって言って、ボディーボード2枚とフィンを2組持っていこうと思ってるのよ。だからもう、そんな荷物になるからやめようよって言われてるんだけど、もう私が背負うからって言ってるの。私がもう2つ持つから。背負って行くから。言って、もう何としてでもハワイでね、毎日ボディーボードをしようと思っています。最近さ、話し始めて止まらないもの、もうもともと話し始めると止まらないものはアサーティブだったんだけど、そこにズンバとボディーボードが加わって、そうだね、この3つが3大私の好きなものかもしれないね。で今日もさ、この前にアサーティブの講座やってたじゃない、ダルクのスタッフの人で、スタッフの人も薬物依存の人なのよ。回復してスタッフになっているっていう人たちなのね。クリーンが何年かあって、それでスタッフをやっているっていう人たちなんだけど、今日4回目で、本当にね、ロールプレイがね、すごかったのよ。なんかね、今までこういう風にコミュニケーションの方法を学んできたことが一回もなかったから、
ロールプレイやった後にね、こう考えながらじゃないと喋れないのがすごい大変だけど言えてよかったみたいに言っていてさ、だから考えないで喋っちゃって爆発しちゃったりさ、考えないで飲み込んで本当に辛くなっちゃってっていうこともあると思うから大変かもしれないけど、スポーツと一緒だからっていう話してね、なんか今までスポーツやってたって聞いたらね、例えばまあ野球やってましたとかさ、そういう話聞くとさ、あの練習したでしょって練習したら上手になってたでしょって、それと一緒、アサーティブはそれと一緒だから、ロールプレイで練習すれば必ず上手になるから、で実際上手になってきてるから一緒に頑張ろうっていう話をしてやりました。もうそれがねすごい楽しかった、で最近あの何人からかね、アサーティブ今度いつやるんですかって聞かれていて、ちょっと年内はねあの難しいかなと思って、まあ、マラソンもあるしね、そこに向けて今月末から大学の授業も始まるし、なので多分来年あのアサーティブの講座をまたぼちぼちやっていこうと思っているので、あの興味のある人はぜひね、あの受けたいと思ってますみたいなコメントに書いてくれてもいいし、あの公式 LINE の方に連絡もらっても構わないので、そうすると大体何人ぐらいの人が興味あるのかなって分かってると、私もいくつぐらいね組み立てたらいいのかなっていうのは分かるので、ね、ぜひあのなんとなく興味ありますぐらいのレベルでも構わないから教えてもらえると嬉しいです。はい、それでは話してると止まんなくなっちゃうからね、この辺にしましょうか。はい、じゃああずきさんを出しましょうかね。今西日が思いっきり私に当たっています。はい、あずきさん、やだ、今日ミニマムちゃん小豆を出してみた。はい、小豆さん、ちょっとねこのシャツが怖いんじゃないか説あーあるあったね、さっき夫からもこのそのシャツが怖いんじゃないかって言われて、あとこの帽子ね、帽子怖がってるかも。はい、全然ダメだ、やっぱこれ怖いみたいだね。はい、じゃああずきさんはあの来ませんのではい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。さなきちとあずき来ないね、あずきでした。バイバーイ。おー、飛んでった。